気を抱いたちよ。今日、イエス・キリストが私たちにどういうふうに祈らなければならないということを教えてくれます。例え話を通して私たちに教えてくれます。私たちはうるさいほど祈らなければならない。御父をうるさいほど呼ばなければならない。私たちには敵がいます。私たちには私たちの魂を奪おうとする敵がいます。私たちは一日中何度も何度も誘惑を聞かなければならない。誘惑にぶつからなければならない。悪魔が休まずに毎日私たちを狙おうとする。私たちの魂を奪おうとする。人生はものすごく大切なことですね。人生はそんなに簡単ではありません。つまり、私たちは本当に救いを得たいんですか？私たちは本当に天国に行きたいんです。天国に行きたければ、この地上を祈りのうちに歩まなければならない。祈りながら歩まなければならない。疲れずに祈らなければならない。でないと私たちは負けます。でないと悪魔が私たちに勝つ。勝利は私たちのことではありませんね。勝利はキリストのことです。けれども、キリストが私たちなしに、私たちを超えて、私たちを知らん顔して、私たちを救うわけない。私たちを無理やりに救うことではない。私たちの自由がとても大事です。その自由を使って、その自由の中で、私たちは一秒ごとに祈らなければならない。私たちの自由の完成は祈りです。私たちは自由であるからこそ、祈りが必要です。祈るのが私たちの一番大切な務めです。私たちの人生の一番大切なことは祈りです。祈り。この未亡人が何もないんです。本当に貧乏です。本当に貧しい人です。私たちのイメージです。私たちは鼻婿なしに人間でもない。私たちにはキリストがいなければ、私たちの心の中ではキリストの愛がなければ、私たちは人間でもない。動物に過ぎない。彼の霊がなければ、私たちは動物。だからまあ、良いこともできる。もちろん、動物も良いことをします。犬が素晴らしいでしょ。忠実であり、すごく、欲しいするでしょ。世話する。守る。他の良い動物でも、良いことをします。そして悪い動物は悪いことをする。と言いましょうか。私たちが動物ではない。神様にかたどって作られたもの。本質、その霊をいただいて守るために、それによって完全に生きる。喜んで生きる。平和を保ちながら生きる。神のことをして生きる。天国に向かって歩むために祈りが必要です。祈りがなければ私たちは死にます。この未亡人と同じように、このヤマメと同じように、彼女が何もないし、自分を守る者もいない。私たちもいくら結婚していても、いくら素晴らしい子供がいても、私たちの魂を守るのがこの人たちではない。もしかしたら主人、奥さん、子供、両親、友達、兄弟など、神父さん方も私たちの人生を守る。それはそう。手伝う。協力する。協力してくれる。手伝いに来る人いますけれども、私たちの魂、つまり天国と関係のある私たちの部分、私たちの魂を救うのは、キリストしかできない。だから、キリストなしに、
私たちは天国に対して一人です。私たちを守る人はいない、私たちを救う者もいない。このヤモメ、この未亡人がこれを知っていた。訴える敵がいます。で、かのように虫のようにうるさい気持ちを持って、うるさい声、叫び声、うるさい心、神に対してうるさい心を持たなければならない。本当の言葉、つまり本当の意味、元々の意味はこれです。虫のようにうるさい、ズズズズ、こういう感じ。うるさいでしょ、蚊はうるさいよね。もう一晩私たちを狙って、私たちの周りに飛んで、ズズズ、寝られないでしょ。こういう感じ。私たちの魂はいつも危険な状態にいます。いつも一秒ごとに、だから一秒ごとに、一晩だけではなく、一秒ごとに、主よ、憐れんでください。主よ、助けてください。主よ、主よ、ズズズ。主イエスクリストを回って、主イエスクリストのところに行って、仕事しながら、食べながら、遊びながら、テレビを見ながら、いつも心の中には、不安のところでは、主よ、憐れみたまえ。主よ、憐れみたまえ。主よ、憐れみたまえ。きっと、私たちを救う。だから一秒ごとに私たちを救う。こういう意味です。大きな大きな救い、大きな大きな奇跡。それについてのことではない。今日のキリストの言葉は、いつも祈らなければならない。そしていつもキリストが私たちのところを聞いて、私たちを手伝って、私たちを救う、私たちを守る。どんな状態にいても、どんな難しい状態にいても、どんな誘惑の中にいても、どんな暗闇を歩んでいても、彼に叫んだら、彼にうるさい虫のように、蚊のように祈ったら、いつも、いつも、いつも、祈りと一緒に私たちを、守る。私たちを慰める。私たちを救う。祈りのリズムで私たちを救う。私たちを導く。私たちを守る。だから、主よ、憐れんでください。主よ、憐れんでください。と言った途端に、叫んだ途端に、キリストが救います。私たちを救います。私たちを手伝います。すぐ、私たちが待たずに、彼がすぐ来ます。